動く。つまり動かなきゃいいのか。なんか簡単そうだなそれ。動物にとって動かずにいることが一番辛いんじゃ。でもそれで自然エネルギーってのは取り込めるんだな。いきなりは無理じゃ。そんなに時間がかかんのかよ。思ったれるな、ナルトちゃん。あまり時間をかけてらんねえんだ。もっといい方法がないこともないがの。あんのかよ。ならそれで教えてくれよ。妙木山秘伝のガマ油じゃ。ガマ油。このガマ油は自然エネルギーを引き寄せる力がある。便利なのあんじゃん。この油を体に塗りつければ、そうすればだんだんと自然エネルギーを肌で感じるようになる。確かに。ただしリスクもある。カエルになっていくんじゃ。いって何すんだ。戻った。そこに外からの自然エネルギーもバランスよく練り込むのは至難の業じゃ。さっき死ぬっつったのは人として死ぬかもしれんつうことじゃ。うちの慣れの果てはこの石像たちよ。ま、少しは安心せい。わしがついとるし、ナルトちゃんがカエルに変化していくようなら、わしがこれで逐一叩き直してやるけん。はっきり言うとじゃ、あのジライアちゃんですら完璧にはこなせんか。少しカエルに化けてしまうとった。それでもうまく練り込めた方じゃ。やる。俺の人道はエロ仙人と同じだ。